ね、どっから俺のことを見つけてきたのか分かんないけど、これ見てさ、人気順って出るんだけど、これ2位の人とか3位の人とかいるんだよ、閲覧多い順ね。いっぱい見ればいいんだよ、こんなやってんだから、いろんな人が、え、いっぱいやってんだから、こうやって。これ最初はさ、アプリ立ち上げたらすぐ人気順って出たんだけど、これだいぶ横に移動させないと人気順出なくなったのはなんでかわかる？これ気違いするかで、閲覧のためにみんなが気違い、ふわっちさんがこれ変えたんだよ。視聴者数になったの、今前人気順だったのに視聴者数ってなったんだよ。うん、前人気順だったんだよ。なんでこれ面倒くさくなったかなって。俺はさ、もう人気順でしか見たくないのにさ、だワンタッチで飛ばしてよね、これ。こうやってさ、アプリ立ち上げるじゃん。立ち上げたら すぐ隣に人気順があればいいのにさ、これ面倒くさいんだよ、これ。何回もこうやってカテゴリーいっぱいあるから、これずーっとこう移動させてさ、10個ぐらい。やっと人気順なんだよ、これ。ワンタッチでいけんの？どうやっていくの？それパソコンでしょ？え？右隣だよ。え？どうやってやるの？おすすめの隣？ちょっと待って、初めて知ったかも。俺いつも監視するんだけど、どうやってやるの？頭悪い。逆にスライドってどういうことだよ、逆にスライドって。どうやってやるの？知らないんだけど。すぐ隣にある。バカか、お前。バカだよ。わかんねえよ。どうやってやるんだよ。どうやってやるの？右にやる？右にスライド？ビギナーだけど。は？ビギナーだけど。バカじゃねえの？おすすめの隣ビギナーだろ、お前。で、左隣がお前、配信者リポートってやつだわ。は？アップデートしろ？左から右にスライド？は？アップデートしたらそんなになるの？ちょ、待って。知らなかった、それ。右に、上にあるタブ？タブ？ちょ、待って、アップデートするわ。嘘だろ、お前。アップデート開くってなってる。これ最新だぞ、これ。バージョン最新だぞ、これ。中指でスライド？なんだそれ。振ったら人気順？絶対嘘だね。いや、これ最新だよ、最新だよ、これ。はぁ？どういうこと？スライドしなくていい。いや、わからん。どうやってやるん？おすすめの右隣にあるわ。ないわ、絶対ないわ。見てみろよ、これ。どうやってやるの？おすすめの右隣、ビギナーだろ、お前。振る？どうやってやるの？どうやってやるの？無理だろ。矢印。あ、これ？で、どうやってやるの？どうやってやるの？どうやってやるの？おすすめの横の？横のってどれ？意味がわからん。どういうこと？私のと違う？戻って。なんで出ないの？ビギナーだから違うよ。上にある？ないよ。どうやってやるの？アンドロイド、iOS 違う。だからなんでお前だけ？みんなはあるの？2回タップできないね。ユーノのとこ行っちゃう。どうやってやるの？無理だろ。どうやって人気順なの？1回でなんないだろ。嘘だろ。なんで嘘つくの？アップデートしてるから。 おすすめ何？ん？おすすめ視聴者数ビギナーだよ。だから俺のは違うんだって。背面を2回タップなんないよね。おすすめのそれが人気順になってないよね。ないよ。
おすすめの右にないんだって、ないんだって、ビギナーなんだって。人気順を探してんだよ、すぐ見たいな人気順で。俺だけ違うの、なんでな、アップデートしてるよ。俺の携帯がおかしい。いつのフワチュー最新版だよ、みんなあるの。視聴者数をタップして、視聴者数だよ。おすすめ右にないよ。こうやって移動させないと、何回もこうやって10個ぐらい右にあるんだ。じゃあ違うじゃない、もう完全に違うじゃない。これワンタッチで出せればいいのに、人気順で設定で変えられるの、嘘でしょ。うん、おすすめとビギナーの間に視聴者数がある、ないんだよね、ないんだよ。もうだいぶいかないと。俺右にある、 Android は右にあるんだ。じゃあ俺 iPhone だ、ダメだ、ログインしてるよ。うん、一回アインストールしたのがいいの、これ。 iPhone だけどあるよ。じゃあ俺がおかしいわ、これない。ああ、右にスライドしたら出てこないんだって。じゃあもう一回見せるか、俺のアプリ。じゃあ立ち上げるよ、アプリ立ち上げたら、 おすすめ右がビギナーなんだよね。ビギナー、ルーキー、3ヶ月6ヶ月9ヶ月12ヶ月、こんなのいらないよ運営さん。初めて9ヶ月とか6ヶ月とかさ、3ヶ月はどうでもいいよ、こんなの。なんでこんなの作ったの、どうでもよくない。ふわっち道場とかもいらないよ。で、雑談、まあ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 、趣味とかもういらないよね、こういうの。特技とか、特技とかこれやってるやついんの、これ。特技選んでやってるやついんの、こんなの。いないじゃん、5人ぐらいしかないよ、これ。いらないよ、このカテゴリー。これ企画とかやってるやつ3人しかないじゃん、これ。3人だよ、声とかが選ぶやついるの、これ。いらないんだよ、いろんなカテゴリーないんだよ。だからやっとたどり着いて、こう視聴者数で、これいらないよな、これ。カテゴリー作りすぎだよ、これ。何特技とか。じゃあ特技やります、モノマネとかすんの。何特技って、カテゴリー作りすぎだよ、運営さん。これ初めて3ヶ月6ヶ月12ヶ月いらないでしょ、これ。うん、これカテゴリー作りすぎよ、これ。ルーキーとビギナーって一緒じゃないの、これ。一緒でよくない、くくり。これアプリアップデートされてるんだよね。ああ iPhone だけおすすめ視聴者数なんだ、隣が iOS。 あ、 iOS って関係あるの、それ。新しくする意味あるん。 iOS は最新にしないとダメってこと。やってないかも。あ、やってないわ、関係ない。おすすめのとこタップして、おすすめタップしてどうすんの、ここに、ここをタップすんの。あ、なにこれ、これ知らなかったんだけど、ちょっと待って。なにこれ、いくよ、俺知らなかった。おすすめのとこあんじゃん、これタップしたらこんなん出てきた。お、マジかって。お、マジ。これで人気順のとこ、 あった。これタップしたら、お、マジか、知らなかった。これ、嘘でしょ。お、知らねえよ。お、マジかって、こんなん出てくるよ。
おーい、それをみんな伝えたかったの。ためになったねー、これ。こためになったよー、これ。そうなの。知らなかった。簡単じゃんこれ。視聴者数だからみんなこれカテゴリーさ選んでる人いるじゃん。もう人数出てんのよ、配信してる人の人数。ルーキーが96とか、ビギナー20とか。一番多いカテゴリーってなんだってね、見てさ。タヌキが一番多いね。タヌキ、少ないね、配信してる人。あ、そうなんですか。あとはイベント出てるやつが多いね。イベント選んでやってるやつが。雑談が218だね。やっぱ一番上のカテゴリーだね、配信するときにさ。ありがとうね、マジで。あ、運営さんすいませんでした。これいいっすね、運営さん。いっぱいカテゴリー作ってもこれワンタッチで選べるんですね。知らなかったっす、これ。誰もレクチャーしてくれる人いないし、わかんなかったっす、マジで。初めて知った。こういうのあんの。運営さんすいませんでした。なんかカテゴリーを作りすぎとか言って。あれ簡単じゃないですか、これ。だってここおすすめのとこアプリ開いて、アプリ開くじゃないですか。アプリ開いてこのおすすめのとこ、これタップしろって。じゃあここに書いておいてくださいよ、運営さん。ここをタップしろとか、ここを選べますとか、分かりやすくしてくださいよ。ここへタップしないでしょ、だって誰も。ここタップしなくない？ここタップしたら、こうカテゴリー全部分かれてるんですよ、これ。ワンタッチで選べるんですよ、これ。全部。やばくないですか？分かりやすくないですか、これ。で、人気順って見たいんですよ、いつも。人気順に行くのにずーっとこうやってスライドさせないといけなかったんですよ。これ、ワンタッチでいけるんですね、これ。視聴者数で、これ。簡単だ、これ。めちゃくちゃいいわ。ありがとうございます。助かったマジで。そういうことなんですね。すっきりしたマジで。マジ良かった。誰も教えてくんないんだもん、だってこれ。知ってた？みんな知らなくない？初めて知ったわ。ずっとこうやってやってたの、こうやって何回も。この動作無駄だなと思って、早く人気順になりたいなと思って、早く、人気順出てきたわっつって。それでさ、人気順で見たら閲覧1位の人が200人、300人とか。と思って、嘘でしょ、300人しかないの、ふわっちで閲覧稼いでる人が。おかしいよと、ふわっちってもっと盛り上がってたで、1000人、2000人の人が2個、3個あったでしょ。なんで4桁超える人がそんなにいないの。ポイント押してみ。ポイントは分かるよ、ここ下でしょ、こっち側でしょ。こっち側のポイントは分かるよ、俺いつも言ってるじゃん。過疎に可愛い子いるよ。誰？もう囲われてる人はダメだよ。あのがっつりプラチナとかの人は、プラチナプラスとかの人はもう囲いさんいるから怒られちゃうよ。お前政治とコラボするんだったらもう投げんのやめるわとかなっちゃうからね。あの過疎で可愛い子見つけてきたよとか言ってくるのは誰でも見つけられるんだよ。でも俺絡めないよ、そんなの。迷惑かかるもん。囲われてない子だったらいいけど。ギトルちゃんダメで囲われてるでしょ。めちゃくちゃ可愛くて、今の iPhone 裏のリンゴマーク2回タップしたらスクショできるの。絶対嘘じゃん。13でしょ、俺12だもん。
絶対嘘。本当？ここのここにセンサーついてるってこと？絶対嘘じゃん。これは12だからできないでしょ。こんなんできるの？はあ？絶対嘘。はい嘘。もういいって。できるわけないだろ、まあ、リンゴマーク前タップして、まあ、スクショとか。どうやってやんの？どうやってやんの？これを何？リンゴマークが反応するの？嘘でしょ？カバーついててもいいの？できないけど。あ、設定しないとダメなんだ。あ、そうなん？へぇ。これタップ2回。あ、カバーなしか。ダメ、みんなカバーついてんじゃん。うん。アクシビティから設定しないと。あー無理だね。カバーついてるし。あ、そうなんだ。できる。それはじゃあ信じる。うん。そういうのであるんですか。知らなかったっすわ。みんなカバーついてるからそれは流行んないじゃん。うん。設定でできるらしい。iPhone13 買えないよ。お金ないよ、もう。優しいよ、こうなったら。最初はもうブワーってアンチコメ来るけど、どんどんブロックしていくから、連投の大若さんは。外すのめんどくさいよね。カバーじゃねえよ。うるせえよ。端末返したら買える？え、これ下取りに出せるの？ちょっと待って。下取りに出したらちょっと安く買えるの？これ。俺12、2台持ってんだけど。え、これ下取りで買い取ってくれるってこと？いくらぐらいで買えるの？あ、下取り出しちゃう、これ。嘘でしょ？いくらで買えるの？マジ？下取り出して4万で買えるの？マジかよ。本当に？13にする？意味ある？13にしたらめちゃくちゃ高画質とかなる？なんないでしょ。4ヶ月経ってるよ、経ってる、余裕で経ってるよな。いつ買ったっけ、これ。かやくさん家に行ってからすぐ買ったから。マジで高画質になる？え、13でふわっちでさ、配信してる人いる？なるよ、そんな変わんねえって。変わる？熱暴走対策なるの？ 13 でバッテリー長持ち。マジで？変えるじゃん。奈々ちゃんもそう。奈々ちゃん追加するし。あ、知らんけどさ、いらっしゃる。ういっす。あ、ちょっと待って、うんこしたいかも。ちょっとうんこしてきていいっす。うんこしてくる。じゃあ払いたい。